琥珀さんが脱皮をしました。脱皮の皮を取り出したいと思います。せっかくなんで。わか。何やってんの？おい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 。取れないよ、そこは。元気ですね。脱皮前はあんまり動かなくなるんですけど、脱皮後は、脱皮後の琥珀さんはすごい元気。もう動き回る感じですね。おうおうおう、すごい積極的。元気ですね。よかった。前回の動画の時に、なんかちょっと黄色っぽいなと思ったんですよ。やっぱり脱皮前でしたね。ああもう元気ですね。だいぶ動きもあるな。じゃあちょっと出してみますかね。ああこんな感じで脱皮してましたね。で、大体こんな感じになるんですよね。んでこうやって戻します。ヘビのこの脱皮って、脱皮の皮って抜け殻か。ああ、うんちした音がした、今。ああ、ああ、ああ、マジかよ。ちょっと一回うんちしたか見ます。大変なうんちしたな。うんちしてる。昨日に引き続きです。うわ、コアグスなんこんなとこで本当にこの天板が取れるっていうのはすごいです。片付けしやすいんで。その前にちょっとコアグさんを一回。コアグ、抜き出さないと。ああ、そっちつくよ。
かうんちしても琥珀さん本人はねあんまり気にしないんで、たまに体にくっついちゃうんですよね。よし、必死。うんちされちゃった。蛇をね、蛇を飼うとき一番手間がかかるなと思うのはこのうんち掃除ぐらいですね。うんちというかお掃除、おしっこ。この台の下で琥珀さんにうんちされるのはもう本当に何回もあって、やっぱり狭くて暗いところだと落ち着くから気兼ねなくうんちができるのかもしれないですね。やっぱりトイレは人もそうですけど落ち着くところの方がなんかしやすいですよね。なんかせかせかしてるところより落ち着くところの方がいいですよね、トイレは。 OK、うんち掃除完了。もうさすがにうんちしないと思うので、ま、もう一回琥珀さんを出したいと思います。出れますよ、蓋開いてるんで。さっきの続きなんですけど、これが今日かな、昨日の夜はまだ脱皮してなかったので、脱皮した琥珀さんの抜け殻です。蛇の抜け殻はなんかね、お金が貯まるとか、お財布に入れるとそれもよく言われますからね。けどこんな大きいとお財布は入れられないですね、正直。だからといってなんか途中で切ったのを入れとくっていうのもなんか微妙です。今回の琥珀さんの本人も出そうと思ったら本人出てる。本人を脱皮した後だから元気かもしれない。大丈夫そうだ。こっち行ってみようか。こっち。そう並んでみようか。そう。そっちじゃないな。元気いっぱいですよ。ちょっと一回並んでみようか。こっちじゃなくて自分の抜け殻に並んでみようか。そっち。そう。そっち。無理か。まっすぐはなれないか。まあこんな感じですね。どうでしょう。なんかピクピクなってるな。ちょっと一回ピクピクなってるんで、一回お家に戻して様子を見ます。今回もね、いい蛇の抜け殻がね取れたので、大切に取っておこうと思います。